はいどうも、カッパ委員長です。さてと、じゃあご覧のあなたは、この対中国、ね、中国に対して得意な人っつったら誰ですかね、林大臣ですかね、茂木さんかな <laughs> あ、わざと言ってますからね、うん、茂木さん、なんつって言われましたっけ、ね、うん、シェーシェー茂木とか言われてましたよね、うん。 これ以上はねえだろうって思ったんですけども、このこびちゅっぷりでね、うん、いや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 、もう岸田総理そんなもんじゃないですよ。シェイシェイ茂木さんをはるかに超える、あの日中首脳会談の様子って映像とかで確認はされましたかね。ニーハオ岸田、爆誕ですよ。<laughs> だからね、もう今日もう一個のチャンネルの方でもずっと言ってますけども、もうね、もうとことん。 いやもう勝ち負けなんかじゃないでしょうって言われれば、そりゃそういうのはね、うん、あの単純にこの国と国との関係ですから、そんなね単純にこの割り切ったもんじゃない、それは分かるんですよ。ねうん、ただね、いやもう,うーん、なんていうのかな、ダメすぎて、じゃあ、そうは言いますけれども、じゃあ、この日本の、ね、この国益っていうところでね見てね、ね 日本が、日本人、日本国民、日本企業、日本政府、だからもうすべての次元でもこの日本として、ね、あるべき姿というか、取るべきね、この行動、するべき発言、うん、ね、ジャパンファースト、日本第一っていうところで考えて、やっぱり言うべきこと言ってんのか、やるべきことやってんのかっつったら、どう考えても言ってないし、やってないんですよね。もうことごとくこ,こびっぱなしじゃないですか。 やられたい放題ですよね、うん、とてもじゃないけど日本の国益とか日本のこの安全保障とかっていうのを考えているとは思えないんですよねいやーもうことごとく残念なあ総理残念な内閣残念な政権残念な政党になり下がりましたねまあなり下がったというか我々日本国民が知らなかっただけで最初からそうだったのかもしれないですけども シェイシェイに続き、ニーハオかよ。<laughs> ハニトラハヤシシェイシェイテギそしてニーハオキシダすごいトリオすね。小美中総理、小美中大臣、小美中、この人なんだっけ、幹事長か。まあ、これこそがね、うん、この人たちの本性でしょう。ね、もうすり寄りというよりは、なんかもうサテライトみたいなもんですよね。<laughs> ね ご用聞きじゃん、ただの。ね、ご機嫌お伺いに行ってるだけじゃん,、うん。そういうのさ、な、ね、せめてなんかこうね、正体隠して中国に行った時だけにしろよ。まあ、それでもダメですけども。うん、何やってんのかなえー、この会談の成果って結局本当に何だったんですかね。えー、岸田総理が、ね、岸田総理が、日本が、ね、習近平主席、中国に、 ヒレフスだけじゃないですかねえうんシェーシェモ茂木さんに続いてニーハオ岸田さんですかまあなんとなくこれぐらいのことは想定はしてましたけどもなんかもうジャンピング土下座とかひざまずかなかっただけホッとしたみたいな <laughs> そう解釈しとくしかないですかこれうん情けないぞ情けないぞ本当にうん なんでこの岸田さんってさ、我々日本国民の声はガン無しするくせに、ね、この半島や大陸にはここまで、ここまで減り下るのはなんでなんですかね。えもうなんかさ、なんかもう、ぐーって、もう耳持ってぐーってやりたいですよね。あーやだな。もう後ろからお前、言い換えにしろってスリッパでバキャーンってやってやりたいですね。うん スリッパじゃなくて、あの昔のこの学校とかさ、にあるこのトイレのあの、なんか木でできたサンダルみたいなやつ。<laughs> あれをなんかもうぶん投げてやりたいですね。うん。いやー、何やってんだかな本ほんと。もうなんかさ、このバイ,バイデンさんじゃダメか。もうアメリカ議会なんかもう呼び出し食らって、もうなんかもうギューギュー締め上げて、もうなんかもうボコボコにしてもらいたいですね。岸田内閣全員。うん。 でね、だってもうこれほら日中会談の時にもさ首脳会談の時にも言いましたけどこれ岸田総理の方からねこの習主席の,この宿泊ホテルに出向いてってね、うん、ジャンピングニーハウですよ <laughs> 何やってんだろうなこの人、うん、でもうなんともう挨拶してるでしょね、うん、でもう例えばほら関平さんなんかもう呆れるわけですよ、ね、あの中国からこの帰化した人ですら ね、ですらという言い方はちょっと悪いですけども日中首脳会談習近平の宿泊ホテルに出向いた岸田首相が冒頭お会いできて大変嬉しく思うニーハオと挨拶したのに対し習主席は、ね、座ってきちんと話し,話しましょうと応じたと、まあ、中国語の感覚でいうとそれは普通上司が部下を呼びつけてきて、ね、話があるから座れよ っていうう上から目線の口調、ね、だもう完全になめ,め,められてるというかそもそもだって日本の方から下手に出てっちゃってるからそれは普通に話そうとしてたとしても、ね、上から目線っていう格好になっちゃうよね。この構図を日本の方からくれてやってるのがね問題なんですよ。いや例えばね何だろうな。 もういわゆるもう国と国とのこの会談ですよ。首脳会談ですよ。ね。うん。なのになんか無駄に上から目線でね、失礼な態度を取ってきたとしたらね、お、なんだお前、ちゃんとしろよ。ん首脳会談やる気ねえのかって言ってやらなきゃいけないのに。こっちからもうスタートからへりくだってさ。ああ、習主席今日はもう我々日本のために、私岸田のために。 お時間いただきまして大変ありがとうございますみたいな感じで出てっちゃうもんだからさどんだけこびりゃ気が済むんだよなこんなのが日本のトップですよ情けなさすぎませんかねええー、いやもうどう考えても岸田総理本気でこれご機嫌取りに行ってますよね もう日本の何だろうなもう何も言わないで何もしないでもらいたいっていうかさう秒で変わっていただきたい何、うん、ていうかねこの多分勘中、もうなんか花からさ、ね、日本の,この主権国家としてのこの舵取りというかさそういうものをこの度外視し,してもう叶わないと勝手に思い込んでだからこそ日本には何もしないですよね。 もうなんか中国に逆らうつもりなんかありませんからねみたいなっていうこの姿勢を見せればなんかこうとりあえず自分一人ぐらいは助かるかなみたいなそんな風に考えてるとしか思えねえんだよなもうなんか情けない通り越して痛々しいですねうんもう速攻変えないといやこの人がさねえツボに放って下手こいてね、うん、なんかもう転がってって って痛い思いするのは結構なんですけど、我々日本国民巻き込まれたらたまったもんじゃないですからね。うん。いや、ひどいね。何ミサイル撃ち込まれたお礼ですかは <laughs> え全く意味わかんないですね。もう期待できないどころじゃないですよ。うん。変わっていただきたい。ということで、今回以上です、されてございました。ではまたごきげんよう。